第三世代と会う時ぐらいの感じのイメージなんだけども、別にあの軽視してるわけじゃないけど彼らはもうやっぱり新日本プロレスの中での第三世代っていうのはやっぱ立派に時代をつないで、で今の新日本があると、やっぱり歴史をこう一つ一つね、みんなこうバトン化していかなきゃいけない、うん、落ちちゃったけどねバトンが、うん、バトンが落ちたのかもしれない。誰が拾ったんですよね。あれはやっぱ棚橋とかさ、ね、どのとこで落としたんだろうね。それ検証してたよね。だって天山小島、中西永田選手です。永田か、大体メインはここで、ね、はい、でその周りにもちょっと今怪我してるけども、大谷であったり、うん、高岩であったり、西村であったり、金本さん、金本さん同じですね。第三世代グループあれは多いよね、ここね、はい、まあ、みんなでもなんか今のレベルのさ選手たちから比べるともうブス揃いだもんねゲスというかさ、いやかっこいいですよ、ね、かっこいいですよ。なかなかあの整った顔の人たちもいないんだよね皆さん整ってますか。いや、若かった時はね、若かったり中田なんかもいい顔してたじゃないですか。ものすごいいい顔して、こいつスターになれんじゃないかって。やっぱ入った時のそのスター性とかってあるじゃん。俺なんか全然なかったと思うんだよ。だからやっぱパッと入ってきた時に三重師だったら、まあ、三重師プラス野上選手、船木選手って、うん、ライガーとかっているわけじゃん、山田選手って。もう多分スター性でいったらまずライガーなったくないよね。でそれを理解してもう全部被るもんしたと全身ね。でだってやっぱ橋本選手、あの顔がやっぱねちょっとハーフみたいな顔してた、岐阜なんだけどね。武藤さんはこの時はなんかね、山小屋から降りてきた親父みたいな感じだったんだけど、だけどもやっぱ、いやでもスター性でいったら橋本選手と船木選手の方がパッと見たらスター性あったと思うよね。だけど第三世代でそういうものを感じる人っていうのはいないよね。いや難しいよね。いやだからもしかしたらスター性があるのは中西がまだあそこまで崩れる前はあって、うん、でどんどんおかしくなっていった。そうでもね、だんだん方向性がおかしいなと思ってたのはやっぱ俺が NWA 行ってた時ぐらいね、まあ、あれ WCW 入っからもう来てた時になんか黒沢とかっていうねところあたりがなんか少しこうね、だからかなり傾き始めたね。もともとね、オリンピック、オリンピアっていうところの推しでいかなきゃいけないけど、多分、ね、そこを耐えきれなくて中身ないからそれでなんかいろんなことを やったらやればやるほどどんどん迷うと、もう迷路にもっていう新作の紹介なんですか。汗かいてきました。ちょっとそうそうそう、すごい汗かいてきました。トークの迷路に入りそうな、トークの迷路に入りそうな、なんでこんな汗かいてきました。